千人の村で田舎暮らしをしています。これは来てから気がついたことなんですけど、千人っていうこのスケール感がすごく、ヒントになっているなと思うんですよ。例えばどんなことかっていうことなんですけど、千人ったら大体もう顔がわかるんですよ。大体世帯に350ぐらいなんですけど、一人一人の顔がわかる、性格がわかる。まあ性格だけじゃなくて、その人の、まあ、家族構成だったりとか、どんなライフスタイルかだったりとか、まあ、思想だったりとか、政治観だったりとか、まあ、経済力だったりとか、人間関係だったりとか、大体全部わかるんですよ。そうすると、すごく人間関係が楽になるんですよ。まあ、よく田舎暮らしは、人間関係大変でしょとかってみんな思ってるんですけど、それ、自分は勘違いだと思うんですよ。ちょっと、まあ、田舎暮らしのこのドロドロとした人間関係とか、こう、濃いつながりが鬱陶しいと思う気持ちもまあ、わからないでもないんです。まあ、自分もそういうところがあるんだろうなと想定しながら入ってきたんですけど、でも、蓋を開けてみると、逆だなって気がついたんですよ。なので、ちょっとだけ耳を傾けていただきたいなと思う。まあ、ちょっとだけその固定観念っていうのを、ちょっとだけその、シャッターを上げて、下ろしているシャッターをガラガラガラって上げて、ちょっとだけ耳を傾けてほしいんですけど、人間関係って何が難しいかって、相手のことを知らないことだと思うんですよ。知らないと何を言ったらいいかわからないし、どんなことを言ったら相手が怒るかとかわからないし、でも、もう本当にその人のことを全部知ってたら、どんなことを言ったら怒る、どんなことに嬉しいと思う、どういう政治観を持っている、どういう人間関係があるっていうことを全部、もう、プロファイリングっていうか、全部情報としてこちらが手の内にそのデータを持ってたら、すごい楽なんですよ。距離感もわかるし、何を言ったらいいかもわかるし、自分が何をオファーしたらいいかもわかるし、で、逆に相手側も自分がどんな人間だっていうのが分かってれば付き合いやすいと思うんですよ。やっぱり最初村に入っていたすぐの頃、すぐっていうか、まあ数年間の間は、お前は何者かわからん、素性がわからんから信用できんって言われてました。だから、すごくいじめられたし、本当の仲間にしてもらえなかったっていう、辛い時期もあったんですけど、言わんとすることはわかるなって思うんですよ。こう村の人はお互い性格とか家族構成とか人間関係とか収入とか考え方とか性格とか全部知ってる中で、人間関係を構築している中で、どこの何やらわからない人がポンとやってきて、自分のこと信用してください、自分いい人ですって言われても、いやいやいや、ちょっと待って、お前何者みたいな。なので、今となっては、その自分に対してすごく抵抗勢力があったっていうのは、結局そういうことだな。自分のことが知られてなかった。自分が自己開示ができていなかった。っていうことだと思うんですよね。で、まあ、千人っていう規模、まあ、顔がわかる、名前がわかる、性格がわかる、いろんなバックグラウンドがわかるっていう、そういう、サイズ感。この村、一応自治体っていうことで、千人だけで、まあ一つの、まあ国家とはちょっと違いますけど、一つの自治体が成立しているわけですよ。それ見てて思うんですけど、あ、大体どのくらいのお金があったら、この千人の村が回るのかなとか、どういう資源があったら、この千人の人たちが食べていけるのかなっていうのが、大体見えるっていうんで、面白いなって思うんですけど、昔、なんとかシティ、シムシティかなっていうあのゲームがあった。自分が神様かなんかになって街を作っていくっていう、そういうゲームがあったと思うんですけど、まさにそれがリアルで行われているところ、こう、党首っていうのかな、村長候補同士の対立があったりとか、こう、対抗勢力があったりとかっていうのが全部見える。で、選挙とかでもこの人が誰に入れるかっていうのがもうほとんど読めるんですよ。選挙結
果なんかを開けなくとも選挙結果が分かるっていう、そのくらい本当に村の人たちはお互いのことをよく知ってる。で、まあその1000人のサイズで村の自治が運営で、村が運営できるっていうのも自分今まで見ていて、で、まあ村にはその対抗勢力があって、なんかこっちの村長が立ったら反村長勢力が、足を引っ張ったりとかって、まあなかなか前に進まない部分があるんですけど、これをもし仮に1000人が1000人みんな同じところに向いていたら、まあ例えば1000人みんなが自分のファンだったら面白いことができるだろうなと思うんですよ。そもそもこう、まあ1000人のファンがいたら、まあいろんな面白いことができるなと思うんですけど、じゃあそもそもファンって何なのかなと思うんですけど、言ってみればなんか家族みたいなもんじゃないかなと思うんですよね。こう強い関わりがあって、お互いによく知っていて、お互いに好きで、お互いに理解し合っていて、理解し合いたがっていて、同じ世界を目指している、同じ世界観を持っているっていう、家族みたいな。この村にも、村役場にスローガンがかかってるんですけど、村民、一家族。確かになんかそういうところがあるんですよ。みんなで子供を一緒に育ててたりとか、みんなで同じ方向を向いて、この村の存続のために目指そうみたいな、なんか一つの、こう、どこかにこう絆というか、共通の目指しているものとか共通の土台とかそういうものがあって、なんか家族かな、ファンっていうのは結局なんか家族かな。でもその家族一人一人、ファンだったらみんな同じかったらやっぱり違って、ファンの一人一人に違うドラマとか背景とか価値観とか考え方とか人間関係とか才能とかがあって、一人一人違う。で、まあ、例えばこう村に住んでいて、まあさっきからお互いの人柄が見えるっていう風な話をしてるんですけど、だから自分がその提供できるものを、例えばまあ自分なんかは野菜を、まあ作ってることは作ってるんですけど、よく周りの人から野菜をもらえます。で、村の人たちが野菜作っている自分もらう。で、いつもいつもお世話になっている。で、じゃあ自分ができることったら、例えばパソコン関係とか、まあ、ちょっと機械に強いんで、あ、これが壊れたから直してくれないかとかって呼ばれていって、はいはい、ちょこちょこちょこって、まあ、直したりとかする。で、そこにあんまりこう、なんていうのかな、村の社会ってお金が発生しないんですよ。なんかそういう自分ができるものを提供して、逆になんか相手ができるものとか持っているものをいただいたりとかして、なんか価値を、価値というのかな、持っているものを交換し合うっていう、なんかそれがなんか本当の経済なのかなと思ったり、それをすることですごく感じるのは、自分には存在価値があるっていうことなんですよ。誰かのために立ってるっていうのが本当に目の前でわかるっていうか、まあ、野菜、まあ、農家だけどもあまり野菜作るの得意じゃなくって、なんかいつも草に負けててみたいな、そういうライフスタイルなんですけど、でも自分ができることがある。例えば炊飯器が壊れたから直してくれとかつって出ていく、炊飯器を直す、ありがとう助かったからご飯食べていきみたいに、そこでご飯を食べさせてもらう、なんか自分も生きられるし、かつ誰かの役に立ってるっていうことで、すごい嬉しいんですよ。で、そこまでになる、そこまでの関係になる、誰かの台所に入り込んで炊飯器を直したりとかするって、そこまで入り込むのはやっぱりこの、その人間関係が近い村社会って言っても、全ての人とそこまでの関係性が持てるわけでもないんですよ。じゃあどうやったらそういう関係になれたかなっていうと、やっぱり時間を一緒に過ごしたりとか、自分のことをちゃんと申し開きをしたりとか、困った時に助けてくださいっていうのを
言いに行けたりとか、あるいは相手が困っている時に話を聞いてあげたりとか、そういうなんか関係性が時間をかけて信頼関係を作ってきているからかなと、まあ、思うんですけど、まあ、村のこの暮らし方っていうのは、そうですね、今、まあ、移住して7年ぐらい経つんで、まあ、7年ぐらいかけてようやくなんか関係性が作れてきたかな、信頼し始めてもらってるかなっていう、まあ、そういうところがあるんですけど、まあ、さっきも言ったようにこの1000人規模で自分のファンがいたら、もう本当になんか同じ世界を目指しているっていう、そういう1000人が一緒になれたら、自分ももちろんその人たちのファンになりたいわけですけど、そういう1000人がいたらって思うんですよ。その中で自分が何をオファーできるのか、自分が何をギブ&ギブ&ギブできるのかなっていうのを考えるに、まあそこは結局自分の使命なんだろうなと思うんですけど、どういうところかな、自然体っていう生き方とか、まあ、愛情が豊かとか、まあ、忍耐強いとか、子育てが結構好きとか、うん、人が好きとか、まあ、いろいろあるかなとは思うんですけど、今1000人のうちの2人の枠はもう妻と子供で埋まってるんですけど、あと998人枠あるんですよ。998人枠。逆にもうどんなところが自分の魅力か教えてほしいです。自分が何をギブできるのか、ギブしてギブしてギブ、何をできるのかっていうのを、まあ教えてほしいんですけども、言いながら思うんですけど、結局、自分の魅力何ですかっていきなりなんか全然その人のこと知らない人から言われても答えようがないと思うんで、やっぱり自分のこと知ってもらうっていうことが先かなって思うわけですよ。そしたらまあちょっとは、あ、この人の性格はこういうところでこういうところいいなとかっていうのが見えてくるかな。じゃあっていうことで、もう一つ上流というか源流に行くと、どうやったらその自分っていう存在を知りたいと思ってもらえるのかな、どうしたらその自分のことを知りたいなとか、自分が魅力的だなと思ってくれる人に出会えるのかなっていうことを思うわけなんですけど、まあ、ズバリ率直に申し上げて、あなたを、あなたに私のファンになってもらいたいんですよ。あなたを私の世界観に取り込みたいんですよ。うん、世界観ってちょっと怖い感じがするので、私の人生に関わってもらいたいんですよ。講義で言う村のつながりのような、講義で言う家族付き合いをしたいんですよ。家族っていうのはもう他人じゃない。一生かけてもう絆をもう深めるだけ、離れたくても離れられないっていうか、うん、本当に、うん、着飾らない自分でお付き合いができる、そういう風になりたいんですけど、どうしたら家族に、自分のことを家族と思ってもらえますかね。どうしたらいいんだろう。それを教えてほしいんですけど。